諸葛金は、中国五漢末期から三国時代の呉の武将、政治家。字は死友。女州老野軍用途県の出身。諸葛亮の兄にあたる。子は諸葛、諸葛つ諸葛隆諸葛通る、長小妻。五漢名門の老野軍諸葛氏の生まれであり、若い頃に首都に出て、猛詩、少書、刺春秋などを蘇く門を治め。 実母が死ぬとマま母,母に紅用を尽くしたという、五巻末の戦乱を避けて、陽州に移り住んだ。この頃孫作が亡くなり、孫権が後を継いだ頃で、孫権の姉婿である極阿の広志氏は、諸葛金の非凡さを見抜き、諸葛金を孫権に推挙した。孫権の諸葛金への評価は高く、露宿と同じく品格として許され、後に、長子、中止場とされた。六年、 諸葛金は、苦、厳春と共に、午中に、勇美、共に生命を表し、当時の英春とされた。劉備の使者として、弟が党を訪問した時、孫健に諸葛亮を説得して使いさせられないかと言われると、私が我が国都市君を裏切らないように、弟もまた、劉備を裏切らないでしょうと言ったという。孫健はこの言葉に感銘を受け、その後、諸葛金に、 絶大な信頼を示すようになったという。懸案20年、劉備が益州を手に入れたのに伴い、慶州返還を要求する孫権の使者となる。この時、劉備に仕えた弟とは、講師の立場をはっきり区別し、公式の場で顔を合わせても、私的に面会することはなかった。この時は劉備が、領州を手に入れたらお返しすると返答したため、返還が実現せずに失敗している。 このため、孫権が南部三軍に調理を置いたところ関羽が追い払ってしまった。孫権は両方に慶州を脱替させ、ロシクも共駅で関羽を食い止める。しかし曹操が関中を平定したことにより、これを恐れた劉備から和解が申し込まれ、諸葛金は友好関係確認のため、再び使者として駅州に赴いた。安年、関羽討伐に参加して、 功績を挙げると、つい南将軍となり、戦場校に封じられた。両盲の死後は南軍大使となり、劉備が統制の軍を進めると、呉れ講和のために劉備に所管を寄せている。諸葛金は劉備の報復に対する気持ちを推察し、質疑と利害を説いたものの、劉備には受け入れられなかった。諸葛亮の兄ということで内通を疑われたが、リクソンは、 そのようなことはないとしつつも、孫権に判断を任せるため使者を送った。孫権は、死于が私を裏切らないのは、私が死于を裏切らないのと同じだと言い、先の諸葛亮との関係を述べた発言を引いて、再び絶大な信頼を示して、陸孫にもそのつもりでいるよう言い含めたという。結局、劉備は諸葛金の忠告を受け入れず、クレイの信仰した者の,の大敗した。 後部元年、医療の戦いの直後に意図の関係が悪化し、宗神と加古直おの大軍に、高領の主前が包囲されると、後方で孫権は全体指揮を取った。諸葛金は、孫権の命で、藩将と高領救援に駆けつけた。諸葛金は軍を分割して、長江の中洲に軍を進めたが、加古直おの家系に撃破された。諸葛金は、推理によって、 作戦計画を立て、宗親や過去をなおに、一進一退で戦い続けた。孫権は諸葛金の傭兵が臨機応変さを欠くものであったため、当初は不満を持ったが、後に浮橋に攻撃をかけて、義軍を撤退に追い込むと、兵力を失わなかったことを称したという、国土を守る手柄を立てた。この功績により、左将軍に昇進し公安徳となり、 頭つ良好に封じられた。後部5年、孫権の江夏攻撃に連動して、長派と共に、上陽に進攻したが、義の芝居に敗れ、長派は切られた。クレ職の同盟関係が復活した後は、弟とも連絡は取り合う関係になっていたようで、長らく子がいなかった弟のために、次男の諸葛隆を、弟、諸葛亮の養子として、職に送り込んでいる。 諸区の県境5年、諸葛領に実施の諸葛戦が誕生し、この年の出陣の直前、弟から実施の成長を心待ちにする内容の手紙をもらっている。王領元年、孫権が皇帝を合すると大将軍に任じられ、左と後、予習僕を兼任した。彼の儀3年には三方面攻略を起した孫権は、諸葛領と連絡して、共に北伐を行い、 孫健の命令で、リクソンと共に、上用に進軍している。作戦の途中で、連絡の死者が敵に捕らえられるという事件が勃発したため、諸葛金は動揺し、リクソンに撤退すべきではないかと意見を求めたが、リクソンはすぐには返事をせず、ただ大前自弱としていた。諸葛金はリクソンには考えがあるのだと察した。諸葛金が、 リクソンの元を訪れると、リクソンが冷静に退却策を示したため諸葛金は、それに従い、損害を出さずに撤退することに成功した。リクソンと諸葛金は、上用から撤退の途上、白が恋まで来たところで、表向きは、狩猟をすると偽って、奇襲の準備をし、将軍の長領と、終春に命じて、江夏の紳士、安陸、石火を吸収させ、 義軍千四人を切った。特に市備の人々は油断していたため、動揺した義の将は城内に避難しようと殺到する多くの民を殺害した上で、やっとのことで城門を閉ざすことができたありさまであった。陸村と諸葛金らは生存者を捕虜にして、江夏軍の安陸、石王城を攻め落とした。国理である両一が台頭すると、官僚たちの不正を急断し、恐れられた。 孫権は後に過ちに気づき陳謝し、重臣たちに向けて国政に対する意見を求めた。諸葛金らは自分は武漢なので国政のことはわからない。孫権が象直による彼らを責めたため、諸葛金は具体的に回答を示した。横領元年に孫権が皇帝をこうすると周遊の次男である周だねを、と合行に封じられた。 その後数年間修種は何度も陰乱にふけり無法を働いたため、罪を得て流刑になる。赤カラス2年、諸葛金と、府は連名で上奏し、周有のかつての功績に免じて修種の罪を許すよう求めた。この後、主繕と禅奏もこれに同調し、同じ内容の上えをしたため、孫賢は修種を謝面することを認めたが、間もなく修種が病没したという。 赤カラス4年の夏4月、孫健が義に大規模な攻勢をかけたとき、前奏や修繕の引いた軍が、釈皮、繁盛を攻め、一方で、諸葛金也府、木慶州方面に軍を展開させ、義暮れの干渉地域である左中を占領し、左中の資源を奪い取った。5月に皇太子である孫斗が死去するという大事件が起こっており、6月に戦火を挙げたくれ軍が、撤兵し、 諸葛金も損害を出さずに一斉に撤兵した。同月流6月に諸葛金は病没した。68歳であった。白木の棺に普段着のままで埋葬し、葬儀は質素にするよう遺言したという。画量のある人物で、顔は、おもながな顔立ち、人となりは、立派気品の要望に加えて、資料と器量があり、同時代の人間は、その寛容さと、 奥ゆかしさに敬服していた。孫権は大事があると必ずと言っていいほど諸葛金の元を訪ね意見を求めた。孫権と諸葛金の関係は信仰であったという。諸葛金は孫権の性格をよく掴んでおり、今める時も直接言うことはなく、悟すような様子で取りなし、孫権とお互いを尊敬し合うクレグン大衆の主を治や、 行為の因果たぎとの関係をうまく取り持った。また、尊権に疎まれた、愚本の弁護を懸命に行い、愚本に感謝された。長生、不、元春とは、古くからの付き合いがあり、親友であった。不、元春とは、高等に避難してきた時に同行して、以来の親友であり、また、長生のご妻として、娘を嫁がせている。 英雄の周明はこの4名と帰り見、章について書物を表し立派な振る舞いをした人物として、称賛したという。妻の死去した後も再婚することはなく、長愛するめかけはいたものの、その子を育てなかったという。当時は慎重な行いと褒められた。公式の場で弟の諸葛亮と面会することも多かったが、会談を終えても、私的に会うことはなかった。職には、 弟の諸葛亮、義には一族の諸葛丹がそれぞれ名声高く住職を占めていたため、天下の評判を博したという。世間では、諸はその竜を得、呉はその虎を得、義はその犬を得たりと評されたという。この諸葛つは、縄統制に盛んで、尊権は深く、これを器こととしたが、諸葛金は常に、これを嫌い、家を保つ子ではないと言った。 諸葛つはすでに功績を上げ、借位を得ていたので、諸葛金の借位は、諸葛徹が継承し、公安のただしの任務も引き継いだ。諸葛金が大将軍となった時、すでに、諸葛つとと、諸葛徹は、兵の指揮を取る立場に成長していたが、諸葛つが凶慢になりがて今日年に中殺されると、諸葛徹も、公安で追悼軍に包囲され自害し、 諸葛金の子孫はことごとく滅ぼされた。諸葛隆の子の諸葛義だけが諸区にいたため生存し、その後諸葛金の子孫として身分を回復する呉に呼び戻されて家の再興が許されたという。諸葛藩の子の諸葛剣は諸区に残り、諸区の滅亡後に諸葛剣らと共に加藤へ移住している。先祖や諸葛姓の由来については諸説あり明確ではない。 全漢の諸葛豊かの子孫であると言われる。父は、諸葛慶叔父に、諸葛源がいる。子には、諸葛つ諸葛隆、諸葛徹がいる。同母弟は、職官の上将諸葛亮で、次男の諸葛隆は、諸葛亮の養子となっている。系図も参照。諸葛金は生死であれ、演技であれ、親職派でもない。小説では、 暴力と観察眼を顕微する地象として描かれている。また聖史では、孫権の姉婿である広史氏という人物に際を見出され、諸葛金と露宿が同時に孫権に起用されたことが記録されているが、三国支援儀では露宿によって推挙された設定となっている。合否の戦いでは、長領による待ち伏せ攻撃であると見抜いた諸葛金の忠告を大史事が聞き入れなかったために、 敵のの待ち伏せにたたっっ慶州の領友などをめぐっては孫権の使者として劉備や菅武との交渉に当たった。後に曹操の死者が呉を訪れた時、慶州の関武を同盟で攻撃することを孫権に要請したが、孫権がこれへの対応について進化に図ると、諸葛金は関武は慶州出身の女子をめとり、 妻との間に最初に息子を授かり、後に娘を授かりました。しかしその娘は、まだ幼く、婚約者もおりません。主君の若君の縁組を結んでくるので、関羽は承知すれば、曹操を破り、承知しなければ、曹操と結ぶのが良いでしょうと婚姻による暴略を、進言した。孫権はこの暴略を受け入れ、諸葛金を慶州へ使者として使わした。 慶州奪艦船に参加して、麦城の戦いで、艦に降伏を勧告した。諸葛金が諸君に赴いたときに、長州に離反を疑われる。医療の戦いの直後、総妃が三方面から呉を攻めた際、高領の城外で、総妃と過去なおの軍勢を城内の陸村と共に攻撃して撃退した。石帝の戦いでは、孫賢の暴力で、 総英が三方面から呉を攻めた際、陸村は諸葛金を任命して、高領方面の司令官とし、儀の芝居と戦った。結局総旧の大敗による芝居は城を攻め落ちれず、撤退した。呉軍は大勝利を収めて、自身も高領方面を守り、その功績を残した。ありがとうございます。